キックさん、ビーバースデー、サヤオシの1年にしよう。パチ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 。今日はバレンタインか。インスタ、そう、インスタ更新しました。だから今日はバレンタインだったから、日付を迷わなかった。その点その点そう、その点で思いましたね。バレンタインのお菓子、いや、そうですよね、そうですよね。いや、今日はみんな何してんだろう、どんな配信したやろ、みんな。やっぱりチョコ作ったりしてますかね。そうですね。いや、そうですね。うん。クマ。モモビリーさん、ありがとう、クマ。サヤンはね、そうだよね。サヤンは。サヤンはね、そうだよね、うん、そうです、そうだね、カラオケ配信でもしようかな。せめてもの
せめてもの、そうですよね、せめて違う、せめてこの二つ結びをしようかなって思って配信する直前にね結んだんですよ。いや、そうせめてと思って、そういえばと思って、そうまあせめてせめてそういえばと思ってそういえば、ああと思って、ああって思いました。白状する白状しましたね。サーヤンから愛のプレゼント、珍しい。1月の、あ、2月だった2月14日、今日は日付迷わないな、今日は日付迷わないからね、いいよねほんとに。いろいろちょっとごめんなさいね、ほんとに本当に。モビリーさん、クマありがとう。愛やプレゼント。あと、いろいろ本当に。よし、気を取り直して。そう、日付合ってますよ。愛よりチョコがいいって、え、本当に？そうなんですか？ちょっと一回充電してもいい充電してもいいですか？ちょっとなんか多分電池があんまなくて今。本当にちょっと充電ね今。そうです。そうなんですよ。スマホ、配信用のスマホなんですけど、いつも充電なくなるんですよね。なんかなぜか。多分バッテリーがもう。やばいと思う。あ、そう、配信しながら充電して増えるんですよ。すごいんですよ。急速充電使ってるからね。そう、これこの今使ってるやつはもうかなりもうやばいと思う。バッテリー多分もうやばいと思う。配信しよったらね、なんかね、バッテリー減るんですよね。そうです。
なんで変えてますね。すぐ新しいスマホ買ってもすぐ。バッテリーがなくなるからね。キックさんも束どこ？そうなの？ありがとう。ごめんね、なんか私ね、この時々の残らない時があって、そういうことか。ありがとう。チョコバラ。23の2月の14日よし、じゃーん、キックさん誕生日おめでとう。パチ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 。おめおめ。バレンタインかってことはチョコがちょこっと安い。でも明日からもう定価に変わるんかね。あ、そういうことね。ありがとう。いや、そう。そうそうそう。いや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 。わからん。逆にちょこっと高いかね。そのバレンタインって。え、どうなんやろ。どっちと思う。え、どっちと思う。だってそう。どっちと思う。あの高いかちょこっと高いかちょこっと安いか。明日からか。あ、明日から、明日からちょこっと安い。いや違う、バレンタインだからこそやっぱちょこっと安くするのかちょこっと高くするのかって思って。どっちともそう。いや、あ、安くなると思いますか。へえ、逆になんか高
覚したらさ、やっぱりいいかもみたいなことあるやん。うん、そう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 、バレンタインだからこそ。私今年こそさ、なんかボンボンショコラみたいな、なんかすごい高いチョコ買おうってデパートで買おうって思いよったのに忘れてた。え、ボンボンショコラってお酒入ってんの？そしたらちょっとあれかもしれないそしたらちょっとあれかもしれない、ちょっと違うかもしれない。それを誰にあげるのって、自分で食べるんですしかないよえ、そういう話じゃなかったの？今のそういう話じゃなくてえ、チョコってそうなんですか？自分で食べるために飲まないの？いや、食べたいなと思ってさ。自分へのプレゼントです。へえ。そう、なんかね、やっぱりなんかバレンタイン前はテレビとか見てたらさ、おすすめのチョコとかなんか出てくるけん、それ見て美味しそうって思って、なんか食べてみたいなと思って。お酒入ってない？あ、本当ですか？分からん。なんかとりあえず、ね、見た目は覚えてるけど名前がちょっとあやふや。でもね、食べたことはまだない。なんだろうな、なんなんだろう。今は自分チョコが流行り。おお。作ってた？そう、多分ね、作るのがね一番アイドル今日チョコ作るのが一番アイドル。そうだよね。いや、毎回ね、違う、毎回本当に毎年本当にあの家に帰ってから気づくんですよ。あって、あって、あって思うけど、その頃にはもうだって寒いし今日言い訳タイム、言い訳タイム。え、来年がありますかね。寒い。もう家出るのはもう寒いし。
でも結構チョコ作りって絶対さ大変よ。大変よ絶対。またチョコを買ってからで一回なんかフライパンか何かに入れてさ溶かすでしょ。溶かしてからで固めてから固めるのにさまたさ1時間ぐらいかかるでしょ。フライパン、フライパンじゃないっけ、湯煎、湯煎で溶かすね。レンジでいいかね。もう今の時代もうさレンジでいいかもね。ダメかな。いける？やっぱり。やっぱり今の時代さレンジやったらいいかなって。あでもやっぱりちょっとそれをレンジにすることによってちょっと美味しさがあれかもしれんね。そっか、じゃあ湯煎してから あのねなんか型に入れる、なんかいろんな型に入れて、であそこでチョコなんかシャワーなんとかシャワーチョコシャワー入れてチョコシャワー入れてなんか目の形とか口の形とかにして、で冷蔵庫で温める。なんか全部え、そんなに？なんか全部さちょっと突っ込んできてくれてありがとうございます。なんか全部突っ込んで来てくれてさ、いや本当にいやありがとうございます。そうで冷蔵庫入れて固まったら完成です。あとはあの袋に入れてさ袋に入れてラッピングしてあれなんか硬いやつなんか止めるやつ、パンのあのパン半分残した時とかになんか入れるようなあれあれなんだっけそうなんかねじねじするやつ、ねじって止めるやつ、なんだなんていうかなんていうあれバーチャルチョコレート作り針金のやつを止めてフ
完成です。どうですか？どうですか？ね、よっしゃよっしゃよっしゃ、やった、できた、できた、チョコできた。いやー、よかった。そう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 、チョコできたね。結構簡単やね。結構難しいかなと思ったけど結構簡単だったわ。今日誕生日、おお、おめでとう、おめでとう。葵さん、ハッピーバースデー。三陽市の一年にしよう、おめでとう。はあ、面白かった。面白かった。冷静に、冷静に考えたらちょっと本当にあれやけど、ね、そう、今でもシミュレ、シミュレ、シミュレシミュレーション。あれ？シミュレーションしたらさ、あれよね。結構なんかできそうな気がしてきた。そんなこと言った？シミュレーションとか言った？シミュ、シミュレーション。いや、やった、やった。さややん、今日のバレンタインは俺の誕生日だよって、おめでとう、ハッピーバースデー、さややん、うん、さややん、おめでとう。三陽推しの一年にしよう。ん？と、トールさん。さややんです。さやんとも言います。へえ、そっか。なるほどね、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
そうなんだ。チョコね、チョコってでも確かに美味しいよね。ほんとでも確かに手作りチョコって食べたいかも。売ってあるチョコも本当に美味しくて食べたいけど、手作りのチョコって食べたいかも。確かに。今のでも今のなんか私のバーチャルチョコ配信を聞いてからでも欲しい方っていますか？そうなんだ。誰が作るかが一番。そうなんだ。そっかそっか。優しいね。優しい人の集まりだった。やめてよ、そんな本当の手作りは格好豆からってそっから始まるん。へえ。そうなんだ。カカオ豆ってあれよね、木よね。木じゃないかな。木の実。カカオの木から木の実が木の実の中に入った。それ自体は甘くないけどってことか。確かにカカオ 100% って絶対苦いカカオだって 60% とかでも苦いし、 80% とかは確かにあるもんね。でもカカオって健康にいいっていうね。じゃあ実際じゃあチョコ食べてカカオを見つけた人は最初食べてどう思ったんやろ。こりゃ苦いって思ったんかな。でもそれをどうやって甘くしたらこんなにも美味しくなるって気づいたのか。こりゃ苦いってなったんか。だってさ、フルーツとかはめっちゃ甘いやん。毎回もういいよ、フルーツ食べてさ、こんなに美味しいものがあるんだって、普通に生えてるんだって思うよね。ねえ、すごいわ。うん、薬だったの。え、健康にやっぱり栄養があるからね。なんかアロエとか、アロエを傷口に塗ったらいいって言うよね
本当か分からんけど。あ、やけどにいいのか。やったことある。うん。嘘か本当か。そうなの。どっちなんだよ。信じるか信じないか。わかんないもんね。信じるか信じないか。そうだよね。いろいろ言った後に信じるか信じないかみたいな風に言われたら、ってなるよね。確かに。でもいい言葉。なんかいろいろ言ってから、それ本当？って言われたら、信じるか信じないかって言えば、あーってなる。そう、これからそれ言えるわ。これから言おう。そうやってなんか、あ、やばい、この雰囲気やばいってなったら、知らんけどと似てる。知らんけど、なんか、関西の方って知らんけどって言うんですか、よく。なんかあのなんかその大阪で公演した時に最後に知らんけどって言うのがもうデフォルトっていうか。知る姿も知らんけど。で、それさ、知っとる？知らんの？知っとるん？知らんの？知ってるん？知らんの？あ、多分ってことが知らんけどになるんや。じゃあ明日晴れらしいよ、知らんけどみたいな。予防ね、予防線ね、予防線。知らんけどって言えば、ああってなるかな。ちょっと文字が取っても知らんかったらしいよ。、うん、そうなんやね。めっちゃいいやん、それ使うの。無責任、無責任よ。そういうことよね。違ってても後から言えるもんね。違うやんかって言われても、知らん知らん。知らん知らんってなる。知らんけどって。そうそうそう、知らん知らんって言ったやん。めっちゃいいやん、めっちゃいい言葉。でも自分はあんまり
言わんけど多分の方が使いますね。知らんけどは本当に知らん時に言うか。言わん急に知らんけどって言うようになるかもしれん。あ、そうなんだ。予防張ってるといいよね。知らんけどこれ結構映るくないこれ映るね。結構やばい映るこれこなしてすぐ使うよいい言葉たちを今日勉強してる。知らんけどと信じるか信じないかはと。出た。確かに。信じるか信じないかは。え、そうなの？逃げちゃダメ。そう、吸収早いです。今日バレンタインだった。また忘れるとこだった。そう今日バレンタインなんですよ。今日はさっきだってチョコあげましたもんね。さっきチョコあげたからそこでもそこはクリアしててそこはクリアしてるから、あとはね、はい、どうぞもらってください。遠慮せずにもらってください。どうぞ。さっき、はい、取ってください。ちゃんとどうぞ取ってください。ご自由にお取りください。嫌なバレンタインの渡し方ご自由にお取りください。嫌な、ちょっと気まずい。そうです、ビュッフェです。今年はビュッフェにしてみました。
ご自由にどうぞ。一人一個です。数に限りがございます。数に限りがございます。ご自由にお選びください。最後の最後の列はあちらの山のふもとでございます。ございます。今しばらくお待ちください。山の中にはいくつかの試練がいくつかの試練がございます。それをクリアしたもののみが手に入れられる。手に入れられます。安全にどうぞ。試練は全部で5つございます。武器は各自で入手可能でございます。やばすぎて、やばい、想像したらやばい。やばいやばい。それでも参加すると。参加する？ A 参加する、 B 参加しない。フォ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 。お主も煮込んだ甲斐があったの。行ってまいれ。もうダメだ。
み、煮込みチョコ、あもうダメだ、ダメだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あー、こんにちは。こんにちは。やばい。どうも。よっしゃ。そんなこともあってね。ああ、想像したら面白すぎて。ああ、面白かった。充電できましたよ。多分。ああ、多分。どうも。ただちょっと笑いすぎてちょっと呼吸が呼吸がね、はあ、面白かった。もう今私ここまでしか息できない。今すごい本当に。面白いね。はあ、息が。お、新たにチョコを作るアイドルが生まれた。どうしよっかね。どうしよっかね。さっき作ったか。さっき作ってました。そういえば。さっき作ったわ。そう、ちょこっとカラオケしよっかなと思って。もうその曲だけは歌えませんね。新曲だけは。いやー、そう、二つ結びなんです。もうちょっと隠しようかな。今日こそは。高めのさ、二つ結びなんか公演ライブとかでしたことないんだよね。なんかさすがにちょっとあれかなと思って。さすがにあれかって。配信だよね。できるけどね。よっ。大丈夫。
かいつも二つ結びお願いしますってメイクさんに言っても絶対低めの方になる。どっちがいいですかねって言ったら、低めの方がってな。じゃあ低めにします低めにしますみたいな。似合う？本当ですか？高い言うてもそんなに高くなかったか。さっきよりかはかなり高い。雪ですか？これは配信が終わった後に私の HP が削られていくやつ。そうですよ、笑っちゃうよね あざと言葉。あざと言葉は、チョコもらったんだけど、でも一人じゃ食べれないんだよね。分けっこしようって、そうじゃなくて一人で食べれない。ダメだとか言ってダメ、私はアイドルだからね私はアイドルだからね。
思いつかない。暖かった。でも帰るの？いや私も帰りたいけど。いや帰りたいじゃなくて、帰りたいけど、家まで送ってほしいな。これはいい感じ。これはいい感じ。来た。来た来た。パート3。パート3。え？このチョコって誰からもらったの？え？あの学校一のマドンナ？あの学校一のマドンナからもらったの？でもめっちゃ笑える、やばい。マドンナ、やばい。本当にこの4文字だけでめっちゃ笑える。あーやばい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 。あの学校一の絶世のマドンナからもらったの？じゃあこれは私がもらうから。からだから、はい、これさっき作ったんだけど多分できてるから多分できてるから開けるね。
た明日ね。あやばい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 、こりゃやばい。やばい。ああ、もうやばい。ああ、もう今日はもうダメだ。やばいやばい、ちょっと一回落ち着かせて、一回落ち着かせて。やばいやばい、めっちゃときめきました。本当ですか、ときめきました。本当やばいやばい、本当に。いや、面白い面白いね、一回落ち着こう。ちょっと本当に、ちょっと息が。息が。よかった。ときめいててみんな。ときめいててよかった。どれが良かったですか、パート1と2と3。 マドンナ、マドンナ、マドンナ、パート1がなんか自分じゃ食べれない、やばすぎるやばすぎる、もうしませんよ。申しませんよ。やばいね、全員やばい子だね、確かに。やばすぎる。ちょっと一回落ち着かせて。呼吸器がね、笑いすぎたらどうにかなっちゃうね。本当に。確かに。ちょっと休憩しましょう。一回休憩しましょう。ね、なんでマドンナって言ったんだろう。マドンナ。何
んでマドンナ。いやマドンナもやっぱり、やっぱマドンナっているかなって、やっぱりマドンナいるかなって思いました。あー意外と、あ確かに歌詞で出てくるかも、確かに。マドンナ確かに、それでかな。確かに手の届かないマドンナ募らせた。あとなんか部活のマネージャーとか出てくるよね、よく。確かに。イエス。確かに。よく。よく乗ってる乗り物に。そうサッカー部かテニス部、そうそうそう、かバスケ部。バスケの練習でバスケットのインターハイ、あれだ、ウィンブルドン。テニス。その3つ。そう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 、バスケットのインターハイ応援に来てと。テニスできないです私。結構ボールが速くない、あれが怖すぎて無理。怖いが勝ってからですかね。ボールはちょっとあんまり友達じゃない。ボール思い出した。当たったら痛いもんね。やっぱり一番はあれかな、ドッジボールで。ちょっとドッジボールが苦手になったあれかもしれん。痛いもん、あれ。そうそう、最後まで残ってる、最後まで残っちゃう人。そうこれから始まるのは悲しい話そうそうそう、逆にすごい。本当ですか。ね、今日はやめときますね、この話は。またいつかしますね。
最後に残るのが一番ね、あれだよね。でも目立つからさ、嫌だった。目立つの苦手だったから。今日はバレンタインですからね。聞きたかったでもね、そんなに悲しい話じゃない。なんか最後まで残って、なんかでも何なんだろうね。でも一回なんかすごい強い人のボールをすごい真ん中に来て、腕と腕の真ん中に来て、でキャッチしちゃって、奇跡起きたんよそしたらなんかもう、おーみたいな、え実はえ実はみたいなうん、いやでもそんなこと全然なかったけどね。そうそうそう、でもまず私なんか肩のね力がなくて遠くまで投げれないんですよ、ボールを。だからその時点で無理無理でしたね。そのそう投げれないからね そういうのはあった。トルネードおすすめ。トルネード、なんか打ったんよ、なんかドッジボールのクラブに入ってる人とかいて、その人がいる時はもうめっちゃ怖かった。うん、専門のクラブに、そう専門の人、ガチ勢。そうそう、明らかにね、ボールの速さがねなんかもうあのすごいことになって、そうそうすごいことになって、風がついてる、怖かった。魔球それはキャッチできてない。そこまではね、あんま覚えてないけどね、キャッチできてなかった気がする。でも普通に当たった。うんそうですね、いつかありそうですよね、なんか企画でドッジボールとか。うんありそう。顔面当たったらセーフみたいになりましたよね。確かに顔面当たったらセーフなんか
あ、セーフ、なんか嬉しいけどさ、顔面当たったらさ、もうさ目がチカチカしてさ、それどころじゃないからさ、もはやセーフじゃないよね。もうなんかそれはなんかもう身体的にもうセーフじゃないですよね。もうなね、ピヨピヨピヨってなるから確かにむしろアウトむしろアウトだよ。確かに修行だよ。あるあるやん、あるある。そうですよね、暗黙の了解最後の一人のってこと、最後の3人前ならある。てかほぼ毎回最後の3人ぐらいの一人になるからなんか今自分で言って、自分で言ってさ、なんかなんでだろうって思い出してきた今。多分避けるなんだろう、なんでだろうそう、残るかもしれんけど何の戦力にもならない攻撃できないからね多分狙われてないかもしれない。確かに そこでもちょっと存在感をちょっとなしにしてるかもしれないですね狙われてないからね。でも面白すぎて。そうそう、狙ったらそう。そう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 。うわーとかキャーとか言わんけんね。ねえ、まあそういうこともありましたね。でも STU でしたらちょっともしかしたら存在感が増えてから早めに当たるかもしれん。当たるかもしれません。最初から外野になりたいな。外野で投げない、投げない外野、そんな外野はちょっと意味ないけど意味がない。投げない外野フフフフ。
近あれがいいよ、審判がいい、審判、審判希望。だいぶ落ち着いてきた、多分、多分ね。はあ、でもまだちょっと、まだちょっと、そう、笑いすぎてね、本当になんていうか、本当に一瞬の過呼吸だからね、あれ。そう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 。そう。大変よ。てか、なんか1年間でおみくじって何回引いていいものだと思いますか？おみくじって引くたびに今の自分にへのアドバイスっていうか知らせが来るのか。何回でも引いていい。なんか別に私ね、一番最初に引いたのが大吉で、もうそこでも大吉になってんですよ。でもその後結構何回か弾いたんですけど、違う場所で、違う場所になるとね、なんかやっぱりどんどん結果が変わっていくんですよね。決まりないんだ。いや、今日弾いたんですよ、おみくじ。またそしたらなんか結構怖いこと書いてあって、これは何を私に知らせようとしているんだ。なんか難しい文章だったんですけどね。なんか大吉とかなんとか吉とかそういうのじゃなかったんですよ。新しい文字だった。そう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 、吉凶身分、どっちもあるってことかな、これ。吉凶、なんか身、末、定まってないってこと。怖い、定まってないの私、吉凶が。でも吉凶が定まってないっていうのは私の人生なんですよ、それは。私の人生を指してるのかな。私ね、本当に吉凶が混じってて、いいことがありゃ絶対悪いことが起きるんですよ、私。で、悪いことがありゃ次はいいことが起きるっていう。え、みんなそう？それは人生？本当ですか？
なんかね、そう、そうなんだ。いや、そうだよね、確かに。そうだから、そういう感じなんですよね。だから多分何かいいことが起きても、なんかこう、なんというか、乗らないように、悪い波にこう乗らないようにしてくれてるのかなって毎回思いますね。いい波に乗りたいですけどね。これは雨土の初めの時なれば、善悪ともに未だ分かちがたし、万事心長く時の至るを待つべし、物事てや初めのみにして思うようにならず、ゆくゆくは必ず良き方に向くべし。よしあし、よしあしって書くのこれ、吉凶じゃなくて、あ、前向き、良くなる、あ、本当ですか、今が大事ってこと。そう、難しい書き方ですよね。とりあえずいい時が来るから待っとけって、あ、いい話なのこれ。いい方向に行くために頑張れってこと。へえ、すごい、ありがとうございます。今の私のこの一瞬の、一瞬ってか一回読んだだけでわかるの、そこに私はすごいと思ってる。全く同じの弾いてる、マジか。同じの弾いてる方いた。え、今結果が出んくても頑張り続ければいい方向に行く。なるほどね、最初はうまくいかない。いや、すごいよ。そうなんだ、ちょっと安心しました。ちょっと怖かったんよ。初めてね、初めてのこの基地とか、なんとか基地とかじゃないやつでも、パッて引いたのが番号だったんですけど、それが1番だったんですよ。1番ってなった。ね、一番だった。そう。確かにイベントだったら最高だよ。イベントだったら最高。よさげ。1番ってなかなか、なかなか引かないよね、何十番もある中で。よかった、安心しました。
すごい、一番前は見通しがいいけど風もよく当たるって、すごい深いですね。深いな。ひえ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 。確かに。自分より前に人がいないって結構不安。そうですよね。じゃ、私はそろ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 終わろう。落ち着いてる間にもう時間が経っていっちゃった。はい、教訓にします、頑張ります。ちょっとカラオケカラオケカラオケ、じゃあカラオケ一曲だけ歌おう。バレンタインだけ、バレンタインだからね。充電はきっと終わってる。いや、特別スペシャルデイ、一年一度のチャンス、オーダーリン、デュアデュア、オーダーリン、I love you。 誰もが浮かれてカーニバル、彼氏のハートを痛めて、オーベイビー、デュアデュア、オーベイビー、I need you。 甘い甘い恋のチョコ、これあなたにあげてみても目立ちはしないから、私ちょっと正解の手段で決めちゃう。バレ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 キスワンをかけてシャララシャララララ素敵にワインの色したサンセットパーク、ミスしたいオーダーリーでオーダーリー I love you。 出すテレフォンコール、気持ちを分かってほしい、オーベイビー、ドゥワドゥワ、オーベイビー、アミドゥ、とっておきのシャレたチョコレイ、それは私の唇、あなたの腕の中、
わざとらしく瞳をつむってあげちゃう。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース。大人の味ね、シャララダンス的にキース、シャララララ。から横井のチョコレート銀紙そっと開いて、気持ちを確かめて、誰もみんな素敵なロマンスしちゃうの。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース。恋の記念日、シャラララ素敵にキース、シャラララ顔にキース、シャララララ素敵にキース、シャラララ素直にキース。でしたか。どうでしたか。千葉のハヤトさん、ありがとう、ありがとうありがとう。ちょっとすごい照れた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 。ベイビーあまり聞かない声よ。ラミルラウミドゥ。いい感じ。ちょっとバレンタインっぽい声にしようかなと思って。I love you。 立花ハヤトさん、ありがとう。ハート。ありゃ、くま、なおさん、ありがとう。なおさん、アイドルの魂を見ました。やめてやそんな言い方
アイドルの魂みたいな。マドンナの魂見た。そうです、特別なチョコ受け取ってね。全然マドンナじゃないです私。楽しい。じゃん、なおさんバレンタイン特別なチョコ受け取ってね。面白かった。久しぶりにやばいもの見てしまったって。やばいものってやばいものってどういうこと？やばい？やばいってやばいって何？いい？いいやばいものですか？めちかわ、あ、釣り犬さんありがとうすごいありがとうございます。なんかありがとう。いい意味でやばかったのかな。いい意味かな。そっか、よかった安心しました。安心しました。やった、優勝した。確かにいい意味でって言ったら何でも OK。バレンタインキス。チョコ。チョコ。愛という名のチョコ。チョコという名の愛。愛という名のチョコ。チョコという名の愛。甘い。つりけんさん、チョコという名の愛。
イエーイ。いやー本当にバレンタインでしたね今日も。すごくいい日になりました。というわけでありがとうございました。今日は今日は今日は ありがとうございます。やったー。ちょっとと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 、いや本当に今日も意図せずともすごい配信になりましたね。休んでください皆さん。この後もゆっくりと笑いすぎて夏結び本当ですか。じゃあまた次ぐらい、次の公演でさ、二つ結びするね。久しぶりに。ずっとね、してなかったんよ。え、ずっとしてないよね。今年初かもしれん。今年初かもしれない。今年したっけ。あーピューロでした。確かに。確かに確かに。あ、そうだ、髪切ったけんね、ちょっとね、そうなんよ、確か髪切ってからね、二つ結びしたらね、なんかすごいね、このっぽくなるこのっぽくなっちゃう。ちょっとね、伸ばそうと思いまして、私このまま切ろうかなとは思ったけど、伸ばそうと思いましてます。またからロングが好きな方の朗報朗報です。でも長く伸ばすっていうことは、はっ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 ていうことですね。ハハハハハハハ。長く伸ばすということは、まあ、いつかは切るということですね。切るということです。はい。じゃあ1からはキックさん、次健さん、立花隼人さん、ももびりーさん、なおさん、バリーさん、いがちゃん、ミッドナイトシュガーさん、みつるんさん、ソウルメイトさん、こっぺさん、フジポンさん、せいやんさん、モテキさん、カホマサウサギさん、ロックオンさん、マイセンさん、F渋谷さん、ヒロトさん、
メガバイトさん、ニナマルさん、かっちゃん、マピーさん、エビスさん、ケンタロウちゃん、おたて様、猫のおかずさん、コロスケさん、犬ちゃん、餃子パンさん、ラクラクさん、神戸のヒッキーさん、ハチチさん、ジンタさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ではでは、うん、ありがとうございます。寝ましょう寝ましょう。またねー。バイバーイ。